パイロット兼観測員賞は、ナチスドイツの勲章。ヘルマンゲーリングによって1936年3月26日に制定された。すでにパイロット賞もしくは観測員賞を受賞しているものに贈られた。一級鉄十字章の左下に配用した。操縦資格があれば、空軍に限らず授与されている。当初は、制堂が、後に亜鉛が原料となっている。 パイロット賞との見分け方は、リースが金色のものがパイロット券観測印象、銀色のものがパイロット賞である。パイロット券観測印象の最高位勲章である黄金ダイヤモンド付ヘパイロット券観測印象は名誉称号としての役割も担っていた。最初に黄金ダイヤモンド付ヘパイロット券観測印象が贈られたのは、 1935年11月11日の、バルター・ベーファート・エアハルト・ミルヒである。ドイツ国防軍空軍ドイツ国防軍海軍ドイツ、国防軍陸軍新英隊外国人 FL、ネイヤー、ウィック、ハンズ・エアロンズ・バーラグ、ベルリン・ハーリン、1943P1。ありがとうございます。